どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はね、ネスレのねポイントサイトの案件紹介していきたいと思うんですけども、今回はね、案件はですね、まあ、今まで、ネスレの案件ねもう利用しちゃった人も OK ですし、一人ね何回でも、申し込みができるっていうね、結構すごいキャンペーンなんですよね。ですけども、まあ、すごいお得かって言われると、まあ、難しいところまでいかないんですけども、コーヒー好きな方はね、かなりおすすめとなっております。まあ、普段からね、コーヒー飲みますっていう方はね、ぜひね、考えていただきたいなと思います。で、今回の、ネスレの案件なんですけども、まあ、ポイントサイトのね、ポイントインカム。まあ、URL、概要欄にね、載せておきますけども、ネスレ年末大感謝コーヒー祭りってやつですね。まあ、これで行くとですね、お得なドルチェグストカプセルお届け便っていう、限定3500セットのね、申し込みなんですけども、こちらがね、まあ、3回の受け取りがまあ必須なんですけども、1回目が、19,513 円分、2回目が2,790 円、まあ、3回目2,790 円って、まあ、全部ね、21% オフ、5% オフ、5% オフっていうことで、まあ、すべてね、通常で購入するよりからかなり、安くね、受け取ることができます。で、まあ、これ合計すると25,093円だったかな、かかるんですけども、ポイントインカムの方で、まあ、18,000分のポイントがもらえますんで、まあ、実際は7,000分ぐらいの、負担。で、今回のね、このドルチェグストの、マシンと、グラス、等々ですね。あとカプセルが全部で12個ですかね。うん。25,000はだからかかるんですよね。うん、ですけども、まあ、18,000分ポイントサイトから戻ってきますんで、まあ、本当に7,000円でこの商品を買うかどうかっていう、まあ、感じなんですよね。で、もちろん、18,000分のポイントはね、まあ、現金で受け取ってもいいですし、ポイント交換して ANA マイルにしてもいいみたいな感じなんで、まあ、実際お金がかかってしまいますんで、まあ、すごいお得っていうよりかは、まあ、コーヒーが好きな方はね、まあ、この購入したもの、まあ、マシンと、まあ、コーヒーカプセル、まあまあ、そちらはね、無駄にならないと思いますんで、まあ、そういう意味では、まあ、お得なんじゃないかなという感じでね、今年ずっと出てたね、ポイントサイトのネスレの案件はですね、まあ、なんだかんだね、今まで定期便とかね、利用されてる方全員対象外だったんで、まあ、今回は、OK。ということで、しかもね、1人何回でも挑戦していいってことなんで、まあ私が仮に10個買って25万円支払っても、18万円分のポイントは返ってくるっていう感じなんで、お一人様何回みたいなね、制限もありませんのでね。まあ倍マイルには近い形になるのかなとは思うんですけども、まあ、コーヒーがね、実際にマシンごとね、手に入りますんで、まあこのネスカフェドルチェグストね、まあうちにもあるんですけども、かなりおすすめです。まあネスレの手先かって感じですけども、いや普通にね、コーヒー自体は本当に美味しいんですよね。うん。本当にコーヒーは美味しい。で、今回もそのもらえる4箱中4箱は、スターバックスのコーヒーカプセルなんですよね。だからスターバックスのコーヒーカプセルをもらえて、まあ自宅で楽しめるみたいな感じなんで、まあ個人的にはね、このスタバは私飲んだことないんですけども、普通にね、カプチーノとかそういう、まあネスカフェドルチェグストが出してるね、普通のカプセルは今もね、毎日飲んでますんで、うん、普通に美味しいです。で、家で、本格的なネスカフェドルチェグストとかね、そういうマシンの、味がね、楽しめるっていうのは、まあ、特にね、自宅に友人とかね、よく来る方はね、まあ、持っといて、まあ、損はないんじゃないかなと思います。そういう時にね、出されると、出すとね、結構驚かれたりします。っていう感じですかね。ちょっと私も今回やろうかどうかちょっと今考えてるんですけども、何せネスカフェのドルチェグストマシンをね、本当に2、3週間、いつだったっけな、ニューヨーク行く前だ、本当に1ヶ月前ぐらいに購入しちゃったんですよね。こういうキャンペーンがあるとも知らずに。いや、まさかね、いつもネスレの今までのこの定期便系のやつって、いつもマシンは返却だったんですよね。
ですんで、うち自体、うちにね、すごいね、カプセルすごいたくさんあって、今までの定期便のやつでね。カプセルはあるけど、マシンがないみたいな状態だったんで、いや、ちょっとどうしようかなと思って、まあ、たまたま購入したんですよね、安いのがあって。ですので、購入しちゃった後のこのキャンペーンなんで、今回のキャンペーンはマシン買い取りなんでね、うん、難しいところですよね。ですんで、ちょっと今、ちょっと検討中って感じですけども、まあ、2万5千円はかかってしまいますんで、まあ、そこだけですよね。で、注意事項だけ行きたいと思うんですけども、初回のお届けを12月末までに指定してくださいっていうことですね。それだけ間違いなくしてくださいね。うん。まあ、指定してくださいっていうことは多分1月とかもできてしまうのでではないでしょうかね。12月中に指定してくださいっていうことと、まあ、今回のこのお届け便は3回が必須なんで、途中で解約できませんのでね。絶対3回、だからまあ合計費用として25,093円。これが確実にかかりますんで、途中でやめたいですみたいな感じは、受付できませんので、まあそれだけね、注意していただけたらなと思います。で、一応ね、限定3500セットになってるんですけども、まあ今現在まだ案件出てますんで、まあまだまだなくなってないのかなっていう感じですね。まあこれも、ポイントサイトにね、表示がなくなれば、まあ、終了っていう形になると思いますんで、まあ、自宅で結構コーヒー飲まれる方で、まあ、ネスレのキャンペーン待ってましたみたいな方はね、ぜひ早めに利用されることをお勧めします。あと、スタバのコーヒーをね、自宅でも楽しみたいという方はね、まあ、できるだけ早めに、案件狙ってっていただけたらなと思います。まあ、その1万8000分もらえるポイントを、まあ、現金でもらうか、1万3500万円、ANA マイルでもらうかっていうのは、まあ、その人次第でね、決めていただけたらなっていう感じですかね。まあ、今回はね、まあ、ちょっと、ネスレのね、まあ、前回ね、言ったやつよりか、まあ、ちょっと、まあ、前回のね、定期便のやつで、結構ね、がっつりした定期便だったんですけど、今回はね、マシンも買い取りですんで、まあ、マシンを返さなきゃいけないっていう手間もありませんからね。まあ、個人的には、まあ、コーヒーをね、自宅でよく飲まれてる方はね、ぜひね、一回考えていただいてもいいんじゃないかなと思います。もしよかったら、ぜひ、検討してみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったっていう方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。